一昨年だったかな。ちょっとサーキュレーターが近い。なんかさ、午前中さ運動してきてさ、で歩いて帰ってきてさ、ご飯食べたの。だから1時なんですけど、ご飯食べ終わってさ、ちょっとなんかすごい風吹きすぎてる。ご飯食べたので、ご飯食べるからこの時間に配信したの。眠い。もう自分のせいだよね。眠い。エアコン何度派？今エアコン入れてないよ。なんかエアコン入れてなくてもいけてる。とても眠い。とても眠いです。大変です。そう、最近ね歩いてます。結構今日はちょっと特に予定がなかったので、運動の予定だけ入れて。なんか休みの日ってさ、家にさこもっちゃいがちじゃない？そう、私こもっちゃいがちなんですけど、休みの日っていうか、あの人との予定を立ててない休みの日、なんかマジでリアルな休みの日。そう、お昼だよ、ちょっと眠いよ。テロップに全部書くな。ちょっと眠いよ。そう、あの人と会う予定はまあ定期的に入れてるんで、まあ、定期的に人とは会ってるんですけど、そう、休みの日ってさお家にこもっちゃいがちなので、私はまあでもなんかさ、一日さ外出ないとさ体調やっぱりさ逆に悪くなるんだよね。私なんていうのかな、あの体調っていうか心の持ちようも、私結構本当に、なんていうの、あれなの、内向的な性格だからね、すぐ人とコミュニケーション取れなくなっちゃうから、一日お家にいただけでもコンビニの店員さんと話すのしんどいみたいな。今セルフレジがありますから、セルフレジで、はい、セルフレジに助けてもらいます。めっちゃわかる？よかった、ありがとう。内向型、笑われてる、やっほー。なんかさお店入るじゃん、まあ適当にさ、あのお洋服のお店とかじゃなくてさ、普段行くような、例えばコンビニとかなんかドラッグストアとかに、あの私はよく行くんですけど、全然洒落てないじゃないかよっていうね感じなんですけど、行くと、あ待って、レジに行きたくないって思っちゃうんだよね。レジに行くのがめんどくさくなってさ、行けない時があるんだよね。どういう意味っていうね、なると思うんです、なると思う方が大半だと思うんです。でもそういう人間もいるんですっていうことを、まあ知っといてください。そういう人間です、私は。最近マジでセルフレジがねめちゃくちゃ普及してるのでありがたい。もう一人でね、いくら友人レジが空いてようとセルフレジでピッピピッピしますからね。絶対それ友人レジでやった方がいい量あるよねっていう時でもピッピピッピやってますから。あ、セルフでやってくれる人ありがたいんだ。へえ。コンビニと店員さんと、コンビニとの店員さんとの会話がないと、いちいち誰とも会話せずに終わっちゃう日ない？仕事ある日は誰かと喋ってるし、休日喋らなくて、私独り言結構言ってるんで喋ってますね。なかなか、人と喋るの苦手なくせして独り言多いっていう、本当に寡黙なタイプではない。大爆笑。そう、独り言よく言ってる。って言ってる、ずっと。
これは明日来て、あさってはとか言ったりしてる、一人で。こんにちは。休日気を抜くと胃腸も発しない日ある。マジ大変だね。あとはなんか作業効率を上げるために音楽をかけてたりするんだけど、音楽歌い出しちゃうよね。いや、そもそも私たち歌って踊りますから、一日声を発さないとね、次の日の、一日声を発さなかったり動かなかったりすると次の日の代償がやばい。あの体がね凝り固まっちゃってね、あ、やべ声全然出ない、やべ歌えないな今日って思ってる日ある。そういう日はめちゃくちゃほぐしますね。筋膜ローラーだったり、ストレッチだったり。そう、そうなんですよ。歌って踊って喋ります。そう、本当に丸一日家から出ないって決めた日は、夜にちょっとだけ踊ってみたりしてる。そんなことしてるのってなりますよね。はい、踊ってみたりしてます。休みの日もアイドルだね。いや、そもそもね、私12歳からね、アイドルしちゃってるんでね、生きてる半分アイドルしてるんですよね。そうだからね、12歳からアイドルって言ったらさ、なんかさ、小学生の休みの日って何してたみたいなさ、土日何してたみたいな感じで、親とスーパーに行くとかしかしてなかったんですよ。休みの日の過ごし方がわからない下手くそさっていうのはありますね。そう、休みの日って何するんだろうみたいな、ちょっと下手くそな人なんですよね。まあでも買い物とか行ったりしますよ。そう、この間ね、たまにスーパー行くんですけど、私もそうなんですけど、もずく食べたいなって思ったので、ちょっと広めのスーパーに行ったもんだから、もずくがね、パックだけじゃなくて、袋のもずくも売ってたの。わかるかな、なんか洗ったそのままのもずくが売ってたの。え、待って、パックのもずくよりもこっちの方が絶対美味しいよなって言ってカゴに入れたので、まあ飴とかもね、自分のやっぱ好きなもの食べたいじゃないですか、たまにはね。だから家そうやって買ってたんだけど、まあこれもまたセルフレジでね、ピッピピッピしてたわけですよ。洗ったもずくと味ついてるもずく2つ買ってた。バカですよね、これはもう。疲れてたね、とても疲れてました。もずく祭りしちゃったんですよね。しばらく一人でもずくめっちゃ食べてましたね。どんだけ好きなのってなっちゃったよね。そう、味なしのもずくね、かき揚げ美味しいよね。沖縄に行くと食べますね、もずくね。味なしのもずくも結構福岡県出してくれるので好きなんですけど、味付きよりも味なしのやつはよりなんかね、食感がすごいよ。あ、もずくってこんな感じだったんだってなる。酢漬けのもずくはなんか細いじゃないですか。でもなんかね、味付けのもずくはすごい食感がしっかりしてる。そうなの、美味しいよ。私はまあ自分で買ってきちゃったから、めんつゆとお酢かけて食べてた。なんかね、見たらね、めんつゆとお酢でいいよって書いてあったから。でもやっぱりさ、味付きのさ、もずくの美味しいところってさ、三杯酢が好きなんですよね。美味しくない？めっちゃ好きなの。黒酢よりもね、三杯酢派なんですよね。なんかね、砂糖とか多分入ってるんですけど、やっぱなんか旨味がすごい。
黒酢派なんだ。沖縄もずくググってみたらめっちゃ太い。そうなの、なんかすごいしっかりしてます。食感がもうなんかジャキジャキって感じ。サンバイズ作ったらいいやん。ちょっとね、あのね、めんどくさかった、めんどくさかった。めんつゆと酢で終われるんだったらめんつゆと酢がいい。なんかもうすでに液体になってくれてるじゃん。そう、なんかより楽な方に逃げますね。こんにちは。もずくとめかぶの違い分かる？分かるでしょ。なんで逆に分からんのや。めちゃくちゃ好きだから私分かりますよ、ちゃんとモズクとメカブの違い。でもなんかどこにどう生息してるとかは知らない。モズクはだってさ、あのなんかツルツルしてる感じね。でもあの生のモズクだとジャキジャキしてる感じね。でメカブはあれだよ、ネバネバしてる方だよ。あ、厳しい、ごめんごめん。メカブはネバネバ。待って、モズクとメガブの違い知らないの？マジかよ。びっくりしました今私は。そっか、ごめん。あの私結構古風な女だから古風な女だからやばいね。ちょっと帰ってきた。さあ、というわけで本日の見せたいものね、そろそろね見せましょう。さあ、というわけでこちらです。ででん、シュガーニーのブルーレイもらいました。やったね、嬉しいね、やったー、わーい、もらいました。フラゲしちゃった。裏面とか見えちゃうからね、もうね。あ、見本品って書いてあるわ。見本品、非売品。ふう。まだね、開けてないんですよ。ちょっと開けてみましょうか。26日発売ですね。まだです。そう。もらいました。嬉しい。開けてみましょうね。ちゃんと AKB ショップで買わないとせいちゃんの写真もらえないよって。そう。もらえた、ちょっと待って。全然開かないわ。ちょっと全然開かない。ビニールを切れない女。ハサミ出すのめんどくさいんだよな。とか言って、めっちゃすぐ近くにあるという。いけた？あ、いけたらしい。よいしょ。おい。おい。開けますよ。おい。いや、破けそう。いや、普通だったら破けるんだけど、なんかね、柔らかかった。おー、こんな感じでした。いいですね。あ、なんかプッシュのところがなんか可愛い形してる。見て、プッシュのところが可愛い形してる。見えた？ドアップにしちゃった。ビニールどこやった？ビニール、あの袋、あのポケットにしまってみた。見たいけどさ、あの再生できるのがこの部屋にない。残念。オーディオコメンタリーしたかったね。オーディオコメンタリーはね、あのね、多分ずっとね笑ってると思う。なんかちょこちょこね、喋ったんですけど、やっぱあの人見知りさんがね、だいぶね、生きちゃってましたから、
だいぶ生きちゃってましたからね、人見知りさんチームはね。そう、私さ、人見知りというかさ、本当にさ、ちゃんと話せる、福岡聖奈の取扱説明書、これ聖ちゃんの取扱説明書じゃないですけど、福岡聖奈の取扱説明書としては、聖ちゃんの取扱説明書は、まあ、とりあえず何かしらは喋ってくれるの。喋ることなくても適当に喋ってくれるんです。そう。でも福岡聖奈の取扱説明書としては、まあ人見知りがありまして、でも頑張って人間として生きようとしてるから、とても気を使っているから、何にでも反応してくれるの。第一段階、これ気を使っている第一フェーズ。第二フェーズ、ここまでがねもうえぐいです。福岡市の取扱説明書、ここやばい、ここがもうマジでこれぐらいの厚さがある。全体でこれぐらいあるとしたら、ここまでこれぐらいの厚さがあって、でそれを抜けたら、なんかね、ここもこの残り、もうなんか何でも、全然人のことを、人の話聞いてない時もあるし第2フェーズやばい、人の話聞いてない時もあるし、結構適当だし大雑把だし、唐突にすごいなんか変なことするし、そうなの。第1段階が こんなごつくて、第2段階いくともうね、何でもあり。で、本当にめっちゃ気を使わない相手の第3フェーズはここにあるんだけど、もはや家族と同じ扱いをしている人、第3フェーズここ終わり基本は第1フェーズで生きてて、まあメンバーとかだいぶ同じ期間一緒にいると第2フェーズまで来れて、第3フェーズはまあ人によるこれね、第3フェーズまで行くとね、正直ね、第3までは来なくていいって思う。第3はもうお父さんぐらいの扱いになってるからひどい、第3はもうだいぶひどい。サホさんは第3、いや、第2だと思う。なんかサホさんは 2.5 ぐらいじゃない？第3までは行ってないと思う。なんか一緒にいて、そう、逆に扱いが雑になるのが第3フェーズなんですけど、なんか2と3は別に何かがあるわけじゃなくて、2と3にあんまり違いはないんだけど、私が暴君になるのが第3 暴君やめろん第3はね、お父さんとまなみと、最近ひななが、ね、ちょっとここ第3来てますね。暴君やばい暴君福岡お父さん荒ぶる福岡暴君やばい、まなみで納得？わかった？そう、せいちゃんって性格さっぱりしてる感じを受ける。そうですね、あんまりなんかキュルキュルはしてないと思うてかなんかこの間話してて思ったんですけど、いや絶対的にもうちょっとおしとやかにしといた方がいいなってめっちゃ思った。
いやこれがもう私らしさだからもう若干諦めてる節はあるんですけど、あの話す時に、なんていうのかな、少年出てきちゃうから、あの私の中の少年出てきちゃうから、もうちょっとなんかおしとやかにしてたら、素敵なお姉様になりそうだなって思ったそう、素敵なお姉様になるためにはもうちょっと言葉遣いというか、なんていうのかな、思考回路からもうちょっとキラキラさを出していかないといけないなって思ったでも全然本当にね、中身がね少年なんですよね。悲しくなっちゃった。素敵なお姉さま見たいなってね、お姉さまキャラになりたいのか、いやそんなことはないんだけど、なんか人間としてもうちょっと大人っぽく振る舞うためには、親ってされないためにはもうちょっとなんか丁寧な言葉遣いをするべきだなと思った。まあ第一フェーズはねとっても丁寧な私なので、第一フェーズでは絶対に分かんないんだけど、第二フェーズまで行っちゃうとめっちゃ適当なのよ。そうなの、心の中に素敵なお姉さんを住まわせるといいの。そうですね、素敵なお姉さまをね、素敵なお姉さまを飼いたいものですね。はじめまして、ニコニコ、ワードセンスは最強よ、イエイ、スイちゃんヤッホーヤッホー。普段ボー君を扱ってるパパはマリモ様を見て何を感じたんだろう、何を感じたんでしょうね。マリモ様が住んでるじゃない。そうですね、マリモ様がね心に住み着いて、もうちょっと住み着いてくれると嬉しいのだけれども、ノートでの言葉の使い方がお上手。ノートはねなんかね私って感じ、福岡セイナーって感じでやってる。セイちゃんではない、SNS は割とセイちゃんでやってるんだけど、福岡セイナーでやらせてもらってます。なんか書き方綺麗に書いちゃうとね、綺麗にしようとしちゃう癖があるからね、そもそも綺麗にしちゃう癖があるんですけど、なんか綺麗にまとめちゃう。これがこうでこうだからこう思いました、きっとこうだとなるといいなと思います丸みたいなさ、綺麗な書き方しちゃうんですけど、そう、福岡セイナちゃんと仲良くなりたい、それは大丈夫セイちゃんでもみんなとだいぶ仲良しだから大丈夫。大丈夫セイちゃんってボー君ではないの？セイちゃんそんなボー君じゃないよ、とっても常識的な仕事を第一人間ですよ。仕事に対してねなんかねすごく真面目ですかんちゃんが好きです、ありがとう、嬉しい。かんちゃんもいいよね、こんにちは。なんかさ公演出ててさ、すごいやっぱり12年目なんですけど、せいちゃんを極めないと福岡せなちゃんにたどり着けない、いや違うのよ、違うの、皆さんといる時に福岡せいなである必要なくて、そうなの、せいちゃんで皆さんと接してれば私はそれがいいの。福岡せいなって皆さんに接してたら私はできなかったの、それが。なんか人見知りで声小さくてっていう元の素の私で一番最初やってたんだけど、それじゃダメだよねってなって、もっとなんかなんていうのかな、明るくとかなんか声大きくとか、そうなんかちゃんと
ちゃんと人間、人間というかアイドルとしてをやってるのがせいちゃんだから、皆さんと福岡せなで関わるかって言ったら、あの時と場合によるって感じ。なんかすごい真面目な話してる時は案外福岡せな出てるかもしれないんだけど、そう、皆さんと話してる時に私を出す必要性はないの。私ってかなんか丸々私を出すつもりはないの。なんか私の本当の私っていうとあれなんだけど、お仕事モードとか何にも入らない私だと結構めんどくさい人間だからやめといた方がいい。だから福岡セイナーの感じてることというか、なんかアイドルっぽくない感性というか、そのなんていうのかな、でやってるのはノートのとかの方だから、そういうところで垣間見えたらいいなとは思ってる。そう、なんか私が普段感じてることとか、まあ、マジ本当どうでもいいことはウィバースに、どうでもいいことって言うなよって感じですけど、ウィバースにあの普段日常のなんかとてもどうでもいいぼやきはウィバースにの方にあの載せているので、私の感性を知りたいよって方はぜひノートをたまに更新してるので、そうウィバースはセイちゃん、福岡先生割とセイちゃん寄りではあるけど、とても日常会話な私ですね。あのでも福岡セナミもあります。とてもなんかね、素が割と暗い方の人間だからね、なんかうん、福岡セナを見たいよって人はなんかマジノートとかの方がいいと思う。皆さんの前では割とセイちゃんでいてくれると思うよ、だと思う。ウィバースの動画ね、はい、わかりました、載せますね。違うの、これはでもまだ言わないわ。いいね、動画がねできたんですよ。どこに投稿するかはねお楽しみにということで、言っちゃってるけどね、ほぼ。おお、ウィバースなんだかんだ毎日、そう毎日だって、一番最初の時に毎日できたらメッセージを送ってあげてくださいって言われたから、はいって毎日送りますって約束したからね、毎日送ってるよ。ウィバースは始めた方がいいのか。そうですね、もちろん私結構送るタイプなので、あのメールが最近ね、メールとウィバースの使い分けがねやっぱね難しくて、おはようだけの時とかはあのつぶやく余裕がなかった時、まあ、とりあえずおはようって言っとけば一言喋ってるじゃないっていう理由において、とりあえず毎日一単語は喋ろうと思ってるウィバースだし、私もねすごいね楽しくやってますよ。とりあえず一単語は入れておこうと思って。そう、それは意識してるけど、割とねその先に続く言葉をマジで結構適当に話してたりする。生存確認、そうだね、生存確認だよね。あのマジ本当どうでもいい日常会話しかしてないぐらいに、あのウィバースはマジで本当にツイッターのさ、マジ大初期って感じの使い方してるかも私。なんか本当にさ、ラフ何でもつぶやく感じ。今日のつぶやいた内容とかさ、あれだからね、あの期待上着が切れませんでした。そう、期待上着が切れませんでしたっていうこと言いましたからね。そんな日常のこと言ってくれんのっていう。逆にあの福岡セイナをアイドルとして好きな人から見たら、あのあんまりよろしくないかもしれないんですけど、
あの私の素に近い部分というか、なんか日常生活で何を思ってるか見たいよって人は、あのウィーバーストってもいいかもしれない。うん、そうだからどうしたんなんだけど、あの私がつぶやきたかったからつぶやいてるみたいな。そう、私の会話を、会話というか私のマジで本当どうでもいいつぶやきが多い。どう？ウィバース使ってる人からしてどうですか？あ、怒涛に来るときあれ逆に日常すぎるよね。日記帳？あ、アニメの一気見報告とか面白い。そう、アニメね、今日これ見ちゃったわ、ははみたいなねこと言ったりして、日常感じられて良い。あ、これが福岡さんなんだなって思います。日記的なアニメの話多いよね。そうなのよ、基本私ね、あの別に本で物語を供給してもらってる時もあるし、漫画で供給してもらってる時もあるし、アニメで供給してもらってる時もあるし、マジで物語に対するあれがないのよ、敷居が全くないから何でも見れるから、何でも見るって感じ。物語がとりあえず、物語を本当に読んでいたい。なんか本当につぶやきって感じ。そうなの、つぶやきって感じでやってます。あ、ウィバース思ったより楽しいって。私はウィバースに声の感想をくれます。そう、なんか人によってはね、なんか実況してくれてたりする人もいるし、せいちゃん推しとして話してて知らない情報が増えてきたら購読を検討しております。そうですね、ウィバースでだいぶいろいろつぶやいてることがありますね。おすすめのアニメはやっぱリゼロでしょ。今はリゼロですと、リゼロとダンジョン飯が良かったですね。誰が話してるか分かる、分かるよ、全部見えてる、名前も見えてるし、何送ってるかも見えてるから、変なこと言ったらね、あのね、私ね、あの本当にねわーってしちゃうから。ガクブル、ガクブル、こんにちは、全部見えてるよ、何でも見えてる。ヤッホーヤッホー、こんにちは。笑顔が逆に怖い。はっ、ダンジョン飯見たよ、ダンジョン飯好きだった。第2期楽しみだね。おすすめの、そんな福岡さんにおすすめの物語はありますか？なんかさ、異世界系がね好きらしいんだけど、私あんまり別に意識して異世界ものを見てるわけではなくて、ね、学生ものに対するね、多分ね、あれが、苦手意識が強いから、学生もの見ないってなるとね、なんか異世界系になっちゃうんだよね、割と。そう、ファンタジーが好きだから私、だからなんかね、転生しちゃうんだよね、すぐ異世界に行っちゃうんだよね、リゼロとかね。すぐ転生しちゃう。あとあれですね、あのグロが大丈夫な方はあれだよ、メイドインアビス。冒険しないと日常は恋愛要素強めになるから。そうね、日常系だとね、ほんと恋愛系のアニメとか見たりするし。そう、今アニメね、アニメね、私見たいアニメ終わっちゃってさ、あの怪獣8号見てるんだけど、怪獣8号もともと
漫画が好きで読んでて。そうですよね。おすすめありますか？ほのぼの系は見ないのかな。なんかね、すごいほのぼの系あんまり見ないんですよね。でもなんかすごい癒しを求めてるときはね、ほのぼのしたいですね。ビースターズ、怪獣8号、そう、怪獣8号、ここからどんどんね、すごいことになっていきますから。これ見ようと思って見てないな。見よう勝手に一人でやめろっていう勝手に一人で D アニメ開き始めちゃった。でもね、そろそろね、あのね、そろそろで、あれ、ワンピースをね、再開しようかなと思ってる。リゼロ、私、Dアニメで見てたよ。みんなちゃんとやってた。剥がれんね。あ、じいさんばあさん若返るね。あのね、見てる。でもまだ5話ぐらいまでしか見れてない。ワンピースね、ワノ国のあの遊郭か、あれサンジが囚われてるところまでしか見れてないんだよね。幼女戦記だっけはおすすめされたんだけど見れてないんだよね。柱稽古編見てないんだよね。私の中で鬼滅がさ、漫画全部読んじゃってさ、終わりを告げちゃってるんだよね。見るべきか。炭治郎、久しぶりに炭治郎に会いに行かないと。炭治郎なんかやっぱ結構ファンタジー要素強い方が好きなんだと思うんだよね。ちょっといろいろいいにしとこう。炭治郎に会いに行かないと。すごい見てる、すごい見てる。うん、あ、そう、狼と金針竜はね、途中まで見てるんだけど、もともとさ、やってた方の古い方を結構見てるので、楽しみにしてる。こんにちは。推しの子はね、あの、見てたからね、楽しみにしてる。次。あ、なんか面白い。転生貴族鑑定スキルで成り上がる転生してるじゃん。あ、七つの大罪ね。そう、昔さ漫画読んでたんだけどさ、読まなくなっちゃってから何にも見てないから。七つの大罪もいいですね。七つの大罪始めようかな。なんか長いの見た方がいい気がする。あ、私それ曲振りだっけ、なんだっけ、痛いのは嫌な防御力に曲振りしたいと思いますわね。見た、すごい見た、面白かった。ヘ
リー・テイラー見たことあるよ、もちろん。もちろん。でもね、あのね、途中で終わっちゃってんだよね。そう。終わっちゃってんだよね。途中で終わりがち。え、じゃあ、お。あ、全然また流れてた。こんにちは。ガンダムね、始めようと思ってもね、難しくてね、途中でね、あの、諦めちゃうんだよね。そうなの。黒羊とか始めてみようかな。すごい一時期コミにめちゃくちゃおすすめされてたから。ね。とんでもスキルで異世界滅飯見た。てかなんだったらあの一瞬でマジでスパーンって見た。多分。マノマゲは全部見ました。あ、筋肉マンが楽しみ。いいね。こんにちは。スポーツものあんま見ないよね。そうね、あまり見ないね、スポーツもの。ブルーロックおすすめされてたんだけど、ブルーロック見てないね。ブルーロック、ブルーロックね。ブルーロック入れておこう。なんかこうなると、そのブルージャイアントを見ないとと思って見れてないんだ。進撃ね、怖くて途中でやめちゃったんだよね。4話ぐらいまでは見た気がする。サッカーと野球ならね、野球派ですね。じゃあスポーツの漫画てかアニメはね、タッチしか見てないんですよね。あれスポーツというよりも恋愛だからね、なかなかの。人ってね、やっぱり無意識に自分のね、不得意な分野をね、避けるところがあるみたい。ね。あ、なんかすごいのが1位に上がってるからちょっと見てみよう。いろいろね、見たいものをね、増やしていきましょうね。サイコパスもね、なんかおすすめされた気がするんだよね。あれ、それ見た。なんだっけ、なんだっけ、そう、ザ・ニューゲイトってやつをね、見たよっていう報告をね、ウィバースの方でしてたんですけど、面白いですね。10話ぐらいまで、最新話まで一気見しちゃった。今切った、今切ったの。じゃじゃん、ほーやほー。そう、なんだっけ、ミリとダリがあのおもろいっていう話をね、聞いたんですけど、全然見れてないな。なんかあの見た目からは想像もつかない、なんか謎さが面白い。謎というか、シュールな感じが面白いっていうね、聞きましたよ。
さあ、そんなわけで私はさっきねキウイがあったんでキウイを切っといたんですよ。キウイ食べよう、キウイ食べよう、久しぶりにキウイ、キウイ、マジ一瞬で終わっちゃうんだよね、この食べ始めると。用意が良すぎ、ありがとう。めっちゃ切ってた。甘い酸っぱい、なんかね熟してるから甘いね、これ。お昼食べたよ、そば、そば。リコリコもね途中なんだよね、なんかね、なんかね止まっちゃったんだよね、悲しい。まだ3話ぐらいじゃないかな。なんかね、なんか見れるもんと見れないもんがあってね、何なんだろう私のこの基準は。食べ終わっちゃった。ジャンプ系好き、そうジャンプ系好きなんだよね。やっぱジャンプサンデーマガジンで育ってきちゃったからさ、ジャンプサンデーが強いよね。ファンタジー要素がないとダメなのか、そうかもしれない。割とファンタジー系が好きなのであんまり日常にはまらないのかも。うん、テンスラね3期が難しくてついていけてないのよ私。そうリアリティよりファンタジー、それは少年と同じすぎる。そうなのよ。でもチャオもちゃんと読んでたよチャオとかも読んでたからこそあの恋愛系のやつも見れるっていうのはあると思う。リボンと仲良しじゃないのよ私、チャオなんだよね。そうチャオだったんですよ我が家は。なんでチャオだったんだろうね。やっぱあれじゃない、キラレボ全盛期だからじゃない、多分ね。キラレボ全盛期でめちゃモテ委員長とかその辺でやっぱりあの育ってきたし、あれかあれだよ、割とさオハスタで生きてきたからさ、オハスタって多分チャオなんだよね。そうそう、チャオとコロコロコミックだったから、そうだから多分チャオなんだと思う。じゃじゃんほーやっほー。そう私はねあのねジャンプで言うとねぬらりひょんの孫がねめっちゃ好きだったの。ちょっと怖いし結構グロいんだけど結構好きだったんだよね。そうでアニメも見ましたし、あそうあやかし系も好きなの。そうあやかし系好きだからね、あのねあれも見ました、フルーツバスケットも見ましたよ。結界師好きですからね私。結界師とぬらりひょんの孫で育ちましたから私。そう呪術廻戦もね見てますよ。なんだったらお父さんがジャンププラスじゃジャンプをアプリで見てるから、あの呪術だけ先が気になってそれをたまに読んでるからふっって感じのとこまでは結構最新にまでは知ってる。まさかの
先輩っていうところまでは見た。そう、夏目友人帳大好き大好き、マイラバー。一番最初にハマった自分からハマったアニメが夏目友人帳だったはず。そう、そもそも私あやかし系が一番好きなはずなんだよね。そう、そしたら なぜか転生ものになっちゃった。あでで、ドラゴンボールはね、あの親の影響ですね。そう、親が見てるからね。転生ものが多いっていうのはね、ちょっとありますよね。エヴァ見てないですね。ノーリッシュ。そうなの、夏目友人帳の新作が出るんですよ。マジ超待ってた、マジ超待ってたよ。だって6までやってるんだっけ。だいぶ空いたよね。そう、リゼロのねアニメも全部見たから、リゼロも秋からやるのがめちゃくちゃ楽しみ、楽しみ、とても楽しみです。そうなんですよね。せいちゃんまあ美人だよね。うん、どこからあのお目元は出してないはずだから、美人かどうかはちょっとね、あのね言わないですよ。あの目元だけずっと隠して出てるよね、ビンゴとかでは。でもすごいなんていうのか、肌が綺麗です、うちの母は。肌の綺麗さがすごく、あのあれ、ママ美人、パパイケメンと思っておきます。いいと思う、思っておいて。だからせいちゃんも肌綺麗なのか。遺伝ももちろんありますね。私、そう、遺伝もありつつ、やっぱりお母さんと同じような食生活で生きてきたからこその、なんかその美肌でいるためのあの食生活を知っているっていうのがでかいと思う。そう、あとはクレンジングはオイルを使わないとかね。そう、お母さんクリームで落としてて、私もクリーム派なので、ずっとなんかそのなんだろうな、肌綺麗だとお金かかんなくて、マジ、いや私お金かけてるよ、ちょこちょこ。基礎的なところにまあまあお金かけてる。ただあの美容皮膚科に行ったりとかはしてないっていうぐらいって感じ。本当に肌の綺麗、本当にお金のかからない肌の綺麗な人ではないと思う。そうだと思います。基本的にね、すごくお金の すごく元がいいとかいうわけじゃないですからね、私。まあでも、ものすごく努力してるかって言われたら、人よりはちょっとチートしてるかもしれないけど、はい、まあそんなわけで、もうそろそろ1時間だ、早いね。なんかそのなんだろう、ちっちゃい時からさ、メイクしてるからこそこういうのは気にしとかなきゃいけないよねとかはね、あのいろいろやってる。
そうね食はだいぶ節制してるんだなと。まあそうですね、まあまあ節制してますね。逆に本当にさ、小さい頃からやってるからこそのさ、なんていうのかな、知らないからさ、あんまりさ、あ、そうね、メイクを落とさないまま寝るとかしないですよ、もちろん。小さい時からやってるからこそ予防とかはしてきたと思う。なんか酵素洗顔使ってみたりとかしてると思うよ。まあでもね、最近はちょっとね、シミがね、やっぱりちっちゃい時からね、あのメガネかけたこともあって、ここら辺のシミがね気になるんですよね、とかいうどうでもいい情報を流しましたね。キウイ全部食べたよ。食べ過ぎたとかいう日ありますか？もちろんありますよ。でもなんかそもそもさ、あんまりさ、あのラーメン食べたいとかさ、パスタ食べたいとかなるタイプじゃないっていうのはね、あの小さい時からやっててよかったなって思う。その習慣がないまま育ったから、まあお家でラーメン出てきたけどね。そうだからよかったなって思ってる。でもまあカレー好きですし、インドカレー本当はできるなれば週1時ぐらいで食べたいけど、あのナンはねやっぱり大敵なのであんまり食べれない。悲しい。飲みすぎはないか。飲みすぎはね、うん、あんまないですね。そもそも人といないと全然飲まないですしね。咳出てるのは風邪が治ってない。そうね、あのね、風邪をね治ったと思ったらもう一回引いたんですよ。焼肉とかもならないのか。肉食べたいなとはなるよ、から肉食べるよ。でもなんかすごい、なんかその量めちゃくちゃ食べるとかあんまりないし、そう、それはあると。長崎ちゃんぽん美味しいよね、わかる。でも麺類が本当に一番大敵なので、私はおかげで綺麗なお姉さんになりました。よかったです。お肉が好きなのは意外。お魚しか食べないです私。豚肉めっちゃ食べる。豚肉はビタミン E が豊富ですから。こういうところ本当にね、お母さんがねいろいろね、あのね、やってくれたので、マジで本当に、マジで本当に、あの、ありがたい。お母さんの真似しとけば、まあ、そんなに真似できないんですけど、真似しとけば、大丈夫そう。パンね、食べますよ。パンたまに食べてる。でも、まあ、週1ぐらいかな。パンも食べ過ぎると良くないですからね。基本、小麦系はあまり良くないので、私は体質的に。そうなの。そもそも食にこだわり出したのが、私がこういう活動してるっていうのも、あの、ちょっとあって、そう、その前からちょっと気にしている家ではあったんだけど。そうなの、大事ですね、ご飯は。ご飯大事。米食べよ、米。せいちゃん、やっほやっほ。米とタンパク質を食べような。朝ごはんって何食べてるの？米と味噌汁と野菜と、まあ、魚か肉かな。こんにちは。理想の朝ごはん？毎回フルーツを食べたくなる。いいね、フルーツも食べてるよ。朝からしっかり食べているんですね。そうですね。朝からそんなに食べれない。米でも少なめだよ、私結構。米だいぶ少なめだよ。米、うん、だいぶ少なめ。 100g もいってないよ、私の米の量。
だから朝ごはんから食べれてるのかもしれない。だいたい茶碗一杯は150って言いますから。最近おすすめのお菓子はありますか？おすすめのお菓子か、あ、なんか一周回って金のミルクにハマってる。また飴金のミルクにハマってますよ。この間ノーマル買ったので今度は抹茶買いました。抹茶も好き。金のミルク飴です。飴はね一番ね、なんかね私満たされるんですよね。甘いもの食べたい気持ちとか、あと飴ガリガリしちゃう派だからさ。こんにちは、こんにちは。飴噛む派。ちょっとたまに噛んじゃうね。本当は噛みたくないんだけどさ、たまに噛んじゃうね。なんか夢中でなんかさ作業とかしたりさ、ガラガラ飴噛んじゃったってなるねえ。そんなわけでそろそろ終わろうかな。ちょっと午後はね作業デーにしようと思ってるので作業頑張ります。あ、いちごミルクのやつね。いちごミルクあれさ、パイ生地みたいにサクサクしてるから噛んじゃうよね。わかる、めっちゃ美味しいよね。好き、いちごミルク大好き。明日コインファイト、明日お昼だけですからね。さあ来週の一曲は何になるでしょうか。私の大好きな曲です。楽しみだな。カラオケはなしですか。さすがにちょっとね、あのね風邪気味なので、ね、ゲホゲホしちゃうのでね、やめときましょう。ブラックサンダーいいよ。もうねカロリー爆弾ですから大好きですよ。私もブラックサンダーじゃあランキング読んで終わります。1位陽一さん、2位陽太郎さん、3位パンダ丸さん、4位としのりさん、5位ほっくん、8位じゃない、6位まさあきさん、7位門町さん、8位こうたさん、9位べーさん、10位空耳さん、11位村北北さん、12位ゆきたんさん、13位愛知さんで、29位はレオさんということでした。1日のカロリー計算はしてないけど、バランスは考えてる。すごい、そう、なんか自分の頭の中でこれ食べたからこれ食べた方がいいなと、これは食べてないからこれ食べた方がいいなとかをしてると思う。以上です。午後も頑張ろうなということで、明日は公演です。楽しみだね。バイバイ。